皆さんこんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回は初めてのドラムということで、その初心者の方に向けたドラムレッスン動画を作成しております。この2本目の動画はドラムセットのセッティング方法についてお話をさせていただこうかなと思います。ドラムセットのセッティングの仕方という感じです。まあ、その向きを変えたり角度を変えたり位置を変えたりとかするんですけれども、体格によってやっぱりその位置というのが変わってくるわけなんですよ。なのでまず何からやっていけばいいのかと、その話をステップ立ててお話しさせていただこうかなと思います。よかったら参考にしてみてくださいませ。はい、それではまず最初にこの何て言うんでしょう、スタジオに入ってドラムに座る前にやることというと、椅子の高さの調整です。椅子の高さ、これですね。大体どこのスタジオさんでもこういうネジ式のスタンドが置いてあるかと思います。これは椅子を回せば上下できるんですけれども、もしくはそのネジを緩めて伸ばすタイプの椅子もありますが、まあ、そんな難しい構造をしているわけじゃないので、見ればわかるかと思います。この高さを調節して、適切な高さに設定いたします。で、そのどのぐらいが適切な高さなのかっていうと、好みによるんですが、とりあえず目安にしていただきたいのが、座って、普通にドンと座ったときに、膝が少し下がるかなぐらいです。膝が少し下がるかなぐらい。膝がまっすぐとか上とかになっているんじゃなくて、足の付け根から膝に向かってちょっと下がっているかなぐらい。このぐらいが一つの目安です。まっすぐとかではなくて、ちょっと下がっているぐらい。で、椅子の高さを調節してみてください。これがステップ1。で、ステップ2としては、椅子の位置ですね。椅子の位置。このバスドラム、これは移動できないので、これに合わせて椅子の位置を調節していきます。椅子にこの浅く座って、腰をかけて、浅く腰をかけて、で、右足を普通に自然に出したときに、このフットペダルに足が乗っかる位置に調節をします。このときに、そのつま先、なんて言うんでしょう、付け根がある、膝がある、で、そこから足がちょっと前になって、つま先があるという形になるようにすると良いかと思います。この膝がまっすぐ、膝下がまっすぐじゃなくて、ちょっと前に出ているぐらい、ちょっと前に出ているぐらいです。が良いかと思います。その位置に椅子を持ってきてください。こんな感じですね。で、その次は、とりあえずスネアドラムです。スネアドラム。この位置を、持ってき調整してください。ステップ3、スネアドラムの位置。スネアドラムは普通にこの右足のそばに持ってきていただければ大丈夫です。角度とかは後で調整するんですけども、とりあえず位置だけ決めておいてください。右足がぶつからない位置です。あまり近すぎると右足がぶつかってしまうので、右足がぶつからないくらいにその近づけるという感じですね。で、ステップ4、その次のステップとしてはハイハットの位置です。ハイハットの位置。ハイハットもそのバスドラのペダルと一緒で、この普通に左足を出したときにペダルがそこにあるように調整をしていきます。普通に足を出したときに自然にそこにあるようにと。これですね。これがね、例えばこんな感じで出てきたりとかせずに、ちゃんとこのまっすぐに自分に向かって、ペダルを置いてくださいませ。こんな感じです。で、この間にスネアドラムが来ると。こんな感じですね。自分の右足と左足でこのスネアドラムを挟んでいるような感覚です。あまりこのハイハットペダルがこう、ね、遠すぎるとすごいこの、ね、めっちゃ肩を開かなくていけなくなってしまうので、まあ、できるだけ閉じるような形で、右足と左足でこのスネアドラムを挟むような形で、ハイハットペダルの調整をしていただけると良いかなという感じです。こんな感じです。で、これで、とりあえずバスドラ、スネア、ハイハット、基本の3点の調節はOK という感じです。次はそのスネアドラムの高さを調節していきましょう。OK じゃなかったですね。高さの調節が必要です。椅子の高さを決めて、バスドラを決めて、ハイハットを決めたら、スネアの高さです。高さの目安として、このスティックを持って自然に下ろしたときに、自然に下ろしたときに、どんな音が鳴るかというのが一つの目安です。パターン1、リム。ここの枠ががっつり当たっちゃう場合、ちょっと大げさに悪くやるとこういうこと。この音のときはそのスネアドラムが高いです。
高いので、スネアドラムを下げましょう。下げ方としては、このスネアドラムの足を、右足と左足で軽く、押さえつけておきながら、右手でこのネジを回していきます。まあ、普通にそんな難しい構造はしないので、見ればどこのネジを回せばいいかは分かるかと思います。で、このままネジを回すと、そのままスネアドラムの重さでズドンって落ちてしまうので、左手でこのスネアをちょっと抱えながら調整をしていきましょう。で、右手で緩めて、ちょっと高さを調整して、締めて戻すと。で、また落としてみて。調整をしていくという感じです。で、この時に、チップと呼ばれるこの先っぽが、このヘッドと呼ばれるこの皮、ここに当たっていれば OK です。リムじゃなくて、この皮に当たっていれば OK です。で、この皮に当たっている、皮に当たりすぎて、なんつうんだろうな、低すぎてもダメなので、適当にやって、自然にまっすぐこのヘッドにスティックが当たる状態を目指していただければという感じです。角度が変えられるタイプだと、スネアドラムがもちろん向こう側にこういう感じで傾いてたら、絶対リムが当たるじゃないですか。その辺も含めて、ちょっと高さと角度を調節してみていただければという感じです。目安は、スティックを持って腕をふんと下ろしたときに、自然に下ろしたときに、スティックがこの座面に当たるように調節をしていくという感じでございます。これでまあ3点、いよいよ調節が OK という感じです。で、ここから、細々したものを調節していくんですけれども、まずシンバルは、まあ、どこでもいいというか、適当にやってください。左手でも右手でも叩きやすい位置に調節してください。高さも好みです。まあ、このぐらいの高さがいいかなというのを適当に調節してくださいませ。で、右のクラッシュシンバルも同じような感じです。右で叩くこと、右で叩くのが基本になると思うんですけれども、まあ、右手で叩きやすい位置にシンバルを置いてあげてください。で、タムタムも、このネジを締めると、緩めると、この角度を調節したりとか、あと、ここの根元のところから高さを調節したりとかできるんですよ。これで、なんて言うんでしょう、両手で叩きやすい位置に調整をしていただければという感じです。まあ、普通にこのスネアがあって、タムがあって、またそのまま腕を移動すれば、叩ける位置に持っていくという感じですね。極端に悪くやると、まあ、こういうのはダメよということです。こっち行って、こう行かなきゃいけないとか、大丈夫じゃないですか、こんな感じで。こういうのはよろしくない。できるだけちっちゃい動きでスネアとタムタムが移動できるような角度に調整をするという感じです。で、その次、フロア。フロアタムはその3本の足で高さを調節していくんですけれども、これはまあスネアドラムに合わせれば OK です。スネアドラムと同じような高さに設定をしてあげてください。例えばこんな感じですね。結構ざっくりで大丈夫です。緩めて、角度を変えて、高さを変えて締める。緩めて、高さを変えて締める。それだけです。で、ライドシンバルも、基本的に右手で叩いていくので、その右手が叩きやすい位置に調節していく感じです。もしロータムを使う方でしたら、そのロータムの方を調節してみてください。とりあえず僕はこんな感じでいつもセッティングをしております。もう一回おさらいをしますと、まず椅子の高さを調整しましょう。椅子の高さ。で、椅子の位置を調節します。バスドラのフットペダルの位置を確認しながら、位置を調節すると。で、スネアドラムを真ん中にボンと置いて、フットペダルが、ハイハットペダルが、普通に左足にボンと来るように調節をすると。で、スネアの高さを調節して、その他の細かいのをちょこちょこ調節するという感じです。で、ここまで来たら、いよいよ、ほぼ完成です。スネアのスナッピーを上げましょう。スナッピー。響き線と呼ばれるこの細い線がスネアドラムにはくっついているんですけれども、横のレバーを上げることによって、このダルダルの状態から、このピシャッという小太鼓らしい音にすることができます。このレバーを上げるということですね。レバーを上げてスネアの音を調節。はまらなくなりました。はまった。はい。で、その時は、ハイハットですね、ハイハット。なかなかこれ、一概にこうとは言えないんですけれども、大体3センチぐらい踏み込んで、ネジを締めてください。
ここのネジを緩めればそのペダルがガタガタになります。ペダルがガタガタになります。で、ある程度踏み込んだ状態でこのネジを締めて、でペダルを離すと、まあ、このハイハットが開くわけですね。これ本当に好みなんで一概にこうとは言えないんですけれども、まあ、僕の場合は大体このオープンにしたときに、オープンにしてこの無理やりこじつければなんかこじれば人差し指が入るような広さくらいです。普通にそうサクッと入るんじゃなくてちょっとこのポジポジっとやって人差し指が入る指一本入るこのぐらいの高さにいつも調節をしております。もうちょっと低いかな。こんな感じですね。指一本ポジって入るポジって入るこのぐらいの高さです。まあ、この辺は好みなんですけれども、まあ、僕はこんな感じでセッティングをしております。はい、でまあこれで完成という感じです。どうでしょうか、なんとなくできましたでしょうか。でまあちょっと覚えておいて便利だなっていうテクニックが一つありまして、それはネジを開けるときのテクニックなんですけれども、どうしよう、椅子これかな、これでいいかな。シンバルスタンドとかこのねドラムのそのなんか各部の関節とかこういったものを調節しようとしたときにそのねネジが硬すぎて動かないときがたまにあるんですけど、これ無理だろうっていう硬さがたまにあります。そういうときは、スティックを使って、緩めていきましょう。まあこれが回らないとするじゃないですか。そしたらこの2本のスティックでこのネジを挟んでこのグッと回してあげると、そうするとテコだけ見てすごい簡単に回すことができるので、まあ、本当に硬かったら、こんなテクニックを使って緩めていただければという感じです。で、締めるときもこれでやろうとしない、なんて言うんでしょう、これ緩めるとき専用です。締めるときは絶対にやらないでください。締めるときは必ず手で締めましょう。スティックを使って締めちゃうと、もう必要以上に強く締めてしまうので、機材を傷める原因になってしまうんですよ。極端な話、本当にネジが壊れちゃったりとかするので、締めるときは絶対にこれやっちゃダメです。緩めるとき専用です。普通にこういうドラムの備品とかもね、スタジオさんから借りてるわけなので、ちゃんと大切に使いましょう。もう壊さないように、ちゃんと注意しながら、大切に使っていけると、スタジオさんにも優しくて良いかなという感じでございます。はい。それではセッティングの話は以上になります。スタジオに入ってね、どうしようかなと思ったら、とりあえず参考にしていただけますと幸いでございます。はい、そんなところかな。それでは次の3本目の動画から、実際にその8ビートという基本のリズムを叩いていこうかなと思いますので、よかったらそちらも参考にしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。